はい、おはようございます。今回の動画はですね、やっぱりコケ来たぞということで、コケと戦う、動画が前半、後半はですね、ニューラージパールグラスの水上葉、水中葉、そして明るい場所、暗い場所に生えていたものが、まあその後どういうふうに育ってきているのかということとか、あとはプレミアムモスとね、ニューラージを、流木にくくりつけているのがどうなってきているかなんかの話をします。それではご覧ください。はい、何日くらい経ったかな、1週間ぐらい経ったかと思いますけど、植栽してからね、その間に 1、2回水替えしたかな。でやっぱり苔が来ましたね。まあ、ガラス面にはこういう緑色のスポット状の苔ってやつですかが生えてきて、この部分にはトロロ状の青みどろですかねの仲間が生えてきました。というわけでガラス掃除して、手で取れる苔はね、手で通るをして、水替えをしたいと思います。日本のホースでね、排水しています。こっちがプロホースね、プロホースの L かな、プロホースエクストラの L。 こっちがあの最近買った、この先っぽが 60mm の太い排水です。では大和沼エビを移していきましょう。今映ってるね、左側の棚の、水槽、水草水槽なんですが、まあ、小さめの大和をここから、すくっていきたいと思います。まあ、ここの棚の水草水槽はどこも今のところね、苔は落ち着いているので、まあ大和小さめのやつを取っていっても特に大きな影響はないかと思っています。はい、水合わせをしました。まあ、結局、この5つの水槽からね、エビだけじゃなくって、ブッシュプレッコと、サイアミーズもちょっと、取ることができました。ブッシーとサイアミーズですね。ヤマトと、シルバーフライングフォックスです。じゃあ入れていきましょう。サクソク食っていますね。南も少し入れました。スネールがね、入っちゃってるので、トーマシーを入れようかと思ってるんですが、トーマシーを入れると南は食われちゃうのかもしれないですね。じゃあ、まあ、ニューラージパールグラスのね、その後の経過を見ておきたいと思いますけれども、水上葉はですね、まあ、非常に調子よく、伸び始めております。こんな感じですね。水中葉の、まあ、明るい場所に生えていたものもまあまあ調子はいいかなって感じですね。ちょっと苔の勢いが増してきたので、光をしばらくちょっと弱くするか切ろうかな。水中葉の暗い場所にね、生えていたやつは、まあ、こんな感じで、あんまり成長していない感じですね。こいつはですね、あのここに植えたやつ、ここに植えたやつがこの針金越えてこう入ってきとるんで、こいつはまあ邪魔しないようにちょっと取ってしまいたいと思います。まあ、こちらの水中葉も、水上葉かもいい感じですね。この奥の方にある水中葉の暗所に生えていたやつもいまいち成長は遅いって感じですね。はい、あれから1週間ぐらいですね、電気をつけずに苔を弱らせるためにね、
で、サイアミーズやヤマトヌマエビなんかにコケを食べてもらいました。で、まあまあ大体綺麗になりましたね。ニューラジパールグラスですが、水上葉を植えたところはこんな感じで広がってきています。これは水中葉のね、明るいところから取ったニューラジパールグラスです。まあ同じぐらいの育ち方かな。うん、これあの藻類がね、あのくっついてたので、それを引き剥がすためにこう藻類を指でつまんだら一緒に引っ張り上がっちゃって、ちょっと根っこが見えてるところもありますが、まあ育ち具合は同じぐらいかなと。これは水中葉 の、 あの暗いところから取った、ニューラジパールグラスですね。育ちつつあるようですが、葉っぱはまだ小さいし、スピードもあのまだまだって感じですかね。こっちはあの同じく水上葉、こちら同じく、水中葉 の、 あの暗いところから取ったものです。この枠の外はね、まあいろんなところから取りましたけど、だいたい水上葉ですね。まあいい感じで育ってるんじゃないかと思います。これはロタラのハーラですけども、もともと日陰の場所やっていうのと、あの1週間ね照明を切ってたのとあって、赤色が抜けて緑色になってきましたね、葉先が。その隣、ここにラヌンクルス、イヌンダタスを入れてたんですが、1週間持たずにね、あの葉っぱが溶けてきたので、やっぱり強い光が必要な子なのかなと思って、元の水槽に戻しました。その他の水草ですが、この辺はブセを植えています。まあ成長が遅いので、成長してるのか止まってるのかちょっとよくわからないですが、まああの正面も切ってましたしね。こっちのですね、この奥の方にあるやつ、軸だけになっちゃってますけど、水が気に入らなかったのか葉っぱが全部溶けちゃいましたね。手前のやつはちょっとかぶってますけど、手前のやつは葉っぱを落としていないですね。植えたブセで葉っぱが溶けたのはこの株だけかな。エキノドルス、オパックスラウンドリーフだったと思いますが、葉っぱにね結構苔が生えてきてたんですが、ヤマトヌマエビとかの働きのおかげで綺麗になりました。糸状の苔っていうのかな、がちょっとこう生えかけてきてたんですけど、8ミリほどね、綺麗になっています。アヌビアスナナプチですが、まあ、これもちょっと苔が少しマシになったような気はしますね。照明はチヒロスをね再び点灯しましたが、フルパワーではなく 25% ぐらいの、出力にしています。 25W ぐらいですね。フルパワーで 100W の出力があるんだったと思いますが、その4分の1の、力でとりあえずつけています。まあまだ水草もそんな育ってないのでどうかなと思って、いきなり 100W で照らすとまた苔が盛り返してくるかと思うんでね、しばらくこれでいこうかと思っています。松もがみですけれども、まあ余分な養分をね吸わせるために入れていましたが、だいぶ伸びてきたので、ちょっと回収したいと思います。裏側はこんな感じですね。赤系の水草だいぶ黄色くなっちゃったかな、照明切ってたしね。はい、この中から、まあ、先っぽの、ね、いいところを取って、また束ねて沈めたいと思います。はい、松藻がねだいぶ量があったんで少なくしました。ロタラマクランドラの葉っぱがいくつか待ってますね。やっぱり1週間光を切ってたんで、それでマクランドラはねすごい光好きな水草やから耐えられなくなって葉っぱを落としちゃったんでしょうね。で、結束バンド、ビニール帯 の、 あの紙板ですね。茶色の紙で、そのビニール帯みたいにこう巻けるようになってるやつを買ってきて巻いてるんですが、まあ、紙の部分すぐにねもろもろになって針金だけになる
のかなとも思ったんですが、今のところ特にそういう様子はないですね。これプレミアムモスを巻きつけてるんですが、こいつは結構活着の力が弱いみたいなので、しばらくはこのまま、タイでね、結びつけたままにしたいと思います。ここはニューラジパールグラスですね。枝の上に乗っけてね、垂れてくるやつとかを一回やってみたかったのでやってるんですが、これは早速こんな風に垂れてきてるってことですかね。まあこれ水上用をやったので、まあ元から草に元気があったっていうことでしょうか。1週間光を切ってたんですが、特に大きな痛みは見当たらないですね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回はですね、やっぱり120センチ水槽となると水量が多いので、バケツリレーはさすがにしんどくなってきたなってことで、浄水器とホースリールを、導入したというお話を作ろうと思っています。それではさようなら。